女子 200m 競走決勝です。日本高校記録23秒45、そして大会記録は23秒85です。出場の8選手をご紹介いたします。第2レーン白井莉子さん、牛久栄新茨城、第3レーン峰松天奈さん、大宮東埼玉、第4レーン新藤美也さん、共愛学園群馬、第5レーン鈴木和葉さん、埼玉栄埼玉、第6レーン山崎ネイビスさん、蕨埼玉、第7レーン塩田かりんさん、共愛学園群馬、第8レーン菊池真中さん、埼玉栄埼玉、第9レーン大野水菜さん、埼玉栄埼玉。以上の8名によりまして北関東女子の決勝です。